上限は中国の科挙制度で最終試験で第一党の成績を収めた者に与えられる称号を。低限、都の元とも言う。歴史上最初の上限は、東代の622年の孫伏瀬戸義であり、最後の上限は、新代の1904年の劉春林である。1300年間で552名存在している。なお部巨での成績第一位は、 無上限と称され区分されている。上限の名称は、傍観、単価と同様、正式名称ではなく、慣習として呼ばれていた名称である。官方が発布する過去合格者名簿である、金傍には、一高大一名と記載されている。現在でも、中国や台湾、香港では、高校などの大学入試での成績最優秀者を上限と称すなど、 現代でも生きた中国語として使用されている。民の後部18年の電子前、主元章は夢の中で宮中に一本の巨大な釘があるのを見た。電子後の東安祭典に祭祀講師の中に、定剣という名前を見つけた。これぞ、夢のお告げと定剣を上限に選んだとの伝承がある。また、永楽十二年の電子では、元来は日。 京が上限に内定していたが、聖祖が日、京を上下に合わせると、棒となり不吉であるとし、別の慶広氏が慶、広氏につながることから上限に選ばれている。新大同一年間の電子では、チャンスー出身の王国人氏が内定したが、発音が王国君と同音であることから参考に落とされている。高所31年の電子では、成績最優秀者は、 関東人の朱南寺陳であったが、太平天国の高修前、母術政変の高威及び両慶長、侵害革命の孫文らが皆関東出身であったことから、関東出身者は、反乱を好むとの俗説が生まれ、また、陳が、人、同時でありこれを避け、さらに、当時干抜に見舞われていたことから、林、宿の字を好み、最終的に直霊省宿寧県出身の、 リュウハル春林が上限に選ばれ、朱南寺鎮は、傍願に終わる結果となった。商工の古い習慣に、男子の誕生三日目を祝って贈られた餅米で、商工酒を作り、一ヶ月後の満月の日に親戚を集めて、祝縁をし、密封、殺菌した亀を、父親が埋める行事があるが、この酒は、将来の出世を願って、上限くれないと呼ばれた。 新大建立26年の電子では、本来は、長翼が上限となるはずであったが、大ルの出身地が当時災害に見舞われていたことから、特に恩家として上限を授けられて長翼は短化に終わる結果となった。これに失望した長翼は、官僚としての立身を断念して、歴史研究に生涯を捧げることになった。ありがとうございます。